<music> こんにちはここからは石屋プラスをお送りします三角山放送局の SDGs 推進番組地域で見つける三角山 SDGs トークの中で毎月2回放送しておりますキャスターは石屋製菓株式会社社長室広報 CSR 推進チーム吉田由美と神、はいえー、村武美ですよろしくお願いします 石谷プラスでは、多様な活動を展開している企業や地域団体の方々をお招きしてお話を伺っていきます。SDGs の視点や地域社会の課題、環境への取り組みなどを語り合いながら、持続可能な北海道、地域社会について考えていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、吉田さんありがとうございます。えー、今月の石谷プラスの、えー、ゲストですね、先週に引き続き、 北海道文教大学人間科学子ども発達学科教授であり、えー、いらっしゃいます。佐々木雅也さんをお迎えしています。佐々木さん、今週もよろしくお願いします。今週もお願いします。はい。あのー、前回はですね。あのー、小学校の教員時代の話をいろいろ。お伺いしたんですが。はい、あのー、今週はですね、えー。今ご紹介したようにですね。4月から勤務なさっている。大学での。 お話をいろいろ伺っていきたいなというふうに考えております。はい、はいえー。まずあの佐々木先生は4月からですね大学の教員になられた。うんとあのそういうふうに聞いたんですが、はい、そのあたりの経緯っていうのはどうしたんですか。はい。あのー、それこそあの公務員の定年が61、62とまあ1年後とにこう伸びていくんですよね。 私もまもなく定年を迎えるんだったんだけど定年を迎えそうな校長が集まって飲んでる話題っていうのは定年後そうするといや大抵の,その定年後っていうのは再任用といって、まあ、校長から任を降りて担任の先生になったり、うん、学校でその総務という担任、うんうん、は持たないんだけれども。うん 先生方の補欠に入ったりっていう,うま。そういう仕事に大体就くのが一般的なんです。でも。1年生の担任とかできるかって聞かれた時に <laughs> 絶対無理。無理っていう話で。まあ大体それが終わるんです。で、そんな中でいろんなところにこう。 最終職のところをいろいろ探していくうちに、はい、ちょうどその大学のお話をちょっと聞いたもので、はい、一応,まあ応募してみて、はい、まあ公募という形で一応入ったというのが経緯でまそういう、はい、経緯があったんですがすごく大きな決断だったんじゃないですか。そうですねやっぱりあの 定年まできちんと勤めた方が退職金もいいですし、やらしい話、お金の面もありますしね、そういうことではやっぱり、もうちょっとそっちのほうが最後まで勤めきった方がいいかなとも思ったんですけど、やっぱり大学に行けば行ったなりに、その役割みたいなミッションみたいなのを背負わされるのもまあいいかなというような気がして、それで決断したという次第でございいます素晴らしこうなただくとありがたいです。けど あのいすごいなっていうのが、ねうん、今あの僕もすごい思いましたいいであので改めてなんですが北海道文京大学のご紹介「えー、子ども発展」 2つ学科のご紹介っていうのをしていただります。あ、いいんですか。ありがとうございます。あの本学江川にございまして、江川7万ぐらいのまあ人口の都市なんですけれども、そこにあるまあ大学です。で、3学部抱えておりまして、国際学部、医療保険科学、それから人間科学、あ、人間科学部ですね。産学部の7学科抱えておりまして、まああの昔あの栄養 短大って英単ってあったんですけども、それが前身でございまして。なるあの食と栄養のところからスタートした大学で、まあ後からその子供発達学科っていうのができたみたいなんですけども、まあ。人間が生きる上で食べることから始まって、ずっとその小学校に上がるぐらいまでの。子供たちや人間を子も育てていこうっていうのが、まあ大学の趣旨なんです。なので、食とかその健康っていうのは、まあ、小学校のみならず、そこから大人になる。 ええ、ための、に、人間の糧になるような、ええ、まあ、そういうことを学んで、社会に出ましょうっていう、うん、そういう人材を育てましょうっていうのは大学でございます。はい。ね、あの、まあ、われも食品産業の一つで。あ,あ、そうですそういう関係では。そうですよね、ええ。近いところです、ね。あの、今、私、札幌から。はい。 快速エアポートでまあ通ってるんですけどそうすると必ず北広島の横に茶色っぽい建物の石屋って書いたありがとうございます二冬って書いた工場があります工場ですねあれ工場なんですそうですかいつも見てありがとうございますだからそういう部分では幸せがあるかもしれないですね えー、そこでですね、はい、あの佐々木先生長はこうどういったこう指導をされてるんです分私あの、はい、国語といいますか、まあ、文字教育が専門で、うん、えと国語教育それから文字漢字それから書写書道文字にまつわる文字を柱とした国語の教育みたいなのを、まあ、主にしておりまして<ー>えと小学校の教員を養成すると、うんうん、そのためのまあ 基礎というかベースを学んでうん、うん、一緒に学んでいるというようなそういうところにおります。はい、すごいあのね事前の打ち合わせでもあの脱筆だっていうい,いうとうんでもます <laughs>。全然です <laughs> 全然そんな,ことないです話を。 聞いたりとかあとはあ学校経営とか、はい、学級経営みたいなこともされてるんですかまあ一応、小学校の時は担任でしたし、はい、まあ共同校長もまあ一応やっていたので、うん、まあ学級をどうやって持っていけばいいか、どうやって作ればいいか、うんうん、あるいは学校ってどういうあの先週の話もありましたが、俯瞰的な目をどうやって養えばいいのかみたいなこともまあ一緒に学んでいく、うんはい、そういうまあかも思っています。あただまあ学校経営ままで大きくなるとまだその 先生にもなってない子たちにそこまで教えてもわかんないので、はいええ、管理職ってどういう目で学校を見ているのかっていうことを教えてる、うん、っていうような感じでしょうかね。<ー>うん、やっぱりその生徒のレベル学生さんのレベルに応じて、うんええ、教えていく、うん、なかなか深いですねそういう考えるといいあの、ね、勉強だけが教えられればいいって問題じゃなくて。やっぱり人 まあ、違う大学ではに人間が人間を育てるっていうのはキャッチフレーズ作ってるみたいだけど<ー>、まあ、まさしくそうだと思うんですよね。小学校教員になるためには、まあ、子供たちの全部をこう、うん、何がしっかの形で背負わなきゃならないところもあるのでうん、うん、そういう意識を持って現場に行ってくれればいい、うん、ありがたいなと思ってますけどあやっぱそういうところがま,まべるっていうのはあ、うんうん、ありがたいですよね。あの 今まで二ヶ月ぐらいですか。就任されて、うん、あのー、今昨今の大学の印象とかってい,いかがですか、ね、そうですね。私なんかあの大学ってのはも遊ぶのが仕事でね。<laughs> あの,あの亀山さんや吉田さん違うかもしれませんけど、<laughs> あの大学ってのはも遊ぶために行くような感じだったけれども、はいうん、今あの大学に行ってみてまだ二ヶ月ですけど、うん、やっぱり真面目ですね。 今の大学生は真面目だ。あ特にニ庭にあるっていうことの,あの地理的な条件もあるんだけれども周りに遊ぶとこってあんまり、うん、学校の周りはないん<ー>ですよね。うん、なのでニ庭で1校目を始めるには9時までに学校に行かなきゃなんないんだけれどもそうすると札幌から通ってる子はどうしても7時台には家を出ないと間に合わないんですよ。それぐらいのの 学生なのにそのぐらいの,この生活リズムを作っていかないと1個目に間に合わないという地理的な条件があるのでどうしてもその朝まで飲んでるとかねいやそんな大学生はあいないですけど朝まで遊んでるとかねそういうことはあまりしないですでアルバイトもきっちりやって学校に来るっていう子は非常に多いと思いますねだから真面目なんじゃないかなと思いますねあそうなんですねあの前回もちょっと少し触れたんですけど あの現代社会においてこう子どもたちを取り巻く環境とか、うんはい、あとこうすごいさまざまな問題とかあるじゃないですかうん、うん、課題とか、はい、で、あのー、今佐々先生から見て特にこう注視していることとかって何かございます、はい、課題とかって。子たちを取り巻く環境に、はい うん、直結はしないんだけど間接的なんだけどやっぱり教員のなり手不足ってものが子どもたちに影響を与えてるていうのは非常に多いと思うんですよね <laughs> 影響が。はい、で何せほんと先生が足りなくって札幌市内でもそうなんですけれどもあの欠、ー、員ってよく言うんですけどね、あのー、先生が欠けているっていう学校は非常に多くなっていると思うんです。はい、それが、まあ、本当は先生 方たち学校の中の問題なんだけど引、うん、いてはまあ子どもたちにも直結する取り巻く影響になっているのでこれをまず何とかしないと学校がへたっちゃうと思います。はい 今ってそんなにに深深刻なんですか深刻ですね非常に深刻、はい、あの一部報道でもね、えー、盛んに言われてると思うんですけど何せ足りなくって、えー、政策の面では35人学級っていうのが、うん、小学校1年生からどんどんと2年生3年生と広がってって。うんうんうん 今まで二クラスだったのが三クラスになると非常に先生方の目が行き届きやすくなって、え一クラスの人数が少ないのでね届きやすくなるんだけど、そのためには先生が二人から三人いなきゃなんなくなりますよね。その三人目がどうしても見つかってないっていうような状況が多くなっている。で採用もまあもちろん多くはなっててきちんと計算されて採用されてると思うんだけど、だけどあの。 途中で産休に入られる先生うん、うん、ちょっと心を痛めてしまってお休みされる先生うん、うん、もちろん怪我してしまう先生なんかもいてうん、うん、かける先生もいらっしゃるからうん、うん、じゃあそこはどうしようってことになるとそうですよね、はい、よくな新聞とかニュースでもそういう問題っていうのはあの取り上げられてるんですけど、ままあ、僕も教育現場にいるわけではないので、うん、そんなにねわからないんですがやっぱこうそれと同時に先生方の過剰労働問題とかも。 あ,のありますよねそうですね報道、えー、されてますよねあ<ー>であのさっきの話ともちょっとちらっと重複しますけども、えー、とある大学の先生が調査したんですけど、うん、あの先生になりたいっていう学生はいるんです、はいはい、いるんですけどあのその中の女性の割合が非常に減ってるんですうん昔は小学校の先生って言うと、まあ、女の先生が非常にたくさんいて、うんうん あの自分もそうだったけど、うん、小学校の時代って女の先生の担任って非常に多かったと思うんそ,うそうですけど、ねうん、今女性のなり手がすごく少なくなってるっていうのがね<ー>調査結果から出てるんですそれがやっぱりその先生の過剰労働問題が報道されるにつけ、はい、女性の希望が減っている<ー>あのちゃんと結婚して子供を産んで<ー>やっぱり先生にも生活がありますんでね、うんあの ライイフスタイルみたいなのもちゃんと自分で一生涯のことを決める中で先生になっちゃったらそれができなくなっちゃうっていう女性が増えているっていう<ー>そういう調査結果が出ていて、ね、だから、その過剰労働問題がその単に先生を増やせっていうところだけじゃなくて先生になる中でもその中でも女性が敬遠してるっていうのは何ともなんとも心苦しいなっていう気がしますですね。えー、どうですかさ,さん 女性の私も小学校小学校先生女性の先生でしたしやっぱり小学生の時とかって先生って憧れの対象で、うん、やっぱ先生になってみたいななんてなんかね軽 <laughs> <に>く思ったりすることもあったりするんですけどやっぱそういう現実問題っていうものを知、うん、るとなんかすごくもったいないというかそういうのが解消できたらこう小さい夢も 叶えられることもできるのかななんて今聞いてて思ったりしました。昔よりそのリアルに伝わってくるので情報なり何なりが、うそうするとあ今の学生って結構現実的なことをちゃんと直視しますんで、んじゃあやめる違う仕事があるもんってなっちゃう。<ー>で今あのあのどちらかというとん。 売り手市場じゃないですか、うん。うん、そうですね。ねうん、そんな中で、別に先生にしがみつくことないみたいな。んそんな意識なんじゃないかなって。ああ、そすね。えっと、ね、やりがいのあるものとか。そういうものも。もしかして、あるのかもしれない、ね、っていうふうに思っちゃって、離れちゃったりとかそ、ねうん。それがあるんじゃないかなと思いますね。ねそっか。うんうん、いや、なんか、こう、ね。家庭教育や、こう、学校教育の分野だけで、まあ、もはや。 抱えきれない問題、すごいたくさんあるじゃないですか、うん、そういう中で。うん、であの、まあ、そういう、まあ、先生方も含めてですね。こう,いう社会、全体で、子どもたちを育てていくときに。まあ、どういう形で実現させる、させていくのか、さっきの成り手不足とかも含めてですね。はいはい、大人がどういうふうに、こう、アプローチしていけばいいと思いますか、うん。結構難しい問題だと思うんですけど。うん、あの、やっぱり、その。と。 子供たちを育ててていいくっていう言葉はまあいろんなところで出てくるんだけどそれをこう具体的に可視化していくっていうか目に見える形で何かやっていかないと子どもたち育てて社会でやろうって言ってもじゃああなた何しますって言われた時に具体的に何をしていいか分かんないんじゃないかなと思うんですよね。そんな中でこの間まあニュースにも一部あって たんだけど例えば義務教育からまあ保育園からでもいいかな幼い時から大学卒業までをすべて教育費を無償化しようっていうような動きがあるじゃないですかそれで3.6兆円だか何だかかかるって言ってたんだけど例えばそれをゴンとやると政策でも何でもいいからやるとだけどみんなから何百円だか何千円だか払ってもらいますよその代わり全部無償化にしますよっていう思い切ったことをまあ可視化 って言うとちょっと違うかもしれないけど、うん、そういうもう目に見えるものでドンとやることが結果的にはほら大人みんな君たちの成長をね見守ってみんな頑張ってるんだよっていうことの教育につながっていくんじゃないかなって思っていてまあそれは一例だけどまあもっと足元を見ればもっと小さいことからやっていくのが本当だとは思うんだけれども何かこう目に見えるような形でやっていかないと結局は言葉だけが先走っていて結局 なんか、なんていうんだう、大丈夫に構えたキャッチフレーズ終わっちゃうような。うんそんなになるのが一番惜しいかなっていう気はいたしますけどね。えー、おっしゃる通りだと思います、ね。んなんかこうよくで、ね、社会全体で。社会を、子供を育てようとか、あの、まあ、言うんだけど、じゃあ。具体的にどういうふうにやりますかって言われたときに、うん、なかなかこう。うん、ね、あの、決まったものが出てこないっていう、そ,うそううふうになると、やっぱり掛け声だけで。 終わってしまう先ほどのちょっと打ち合わせにもありましたけどここまで言っていいのかどうかわかんないけど自分のうちの畑の中に子供たちが入ってきた草むしって石投げてったそしたら学校に電話が来てね「いやお宅のあの学校の子だと思うんだけどうちの庭に入っても畑ぐちゃぐちゃにしてたわ注意しておけ人してるよ」っていう電話が来る。だけど本来であればその場で怒ってくれた方が子供たちに聞効くんですよ。だけど そういうい学校に全部押し付けちゃうとか、はい、先生とか違う人にう、うん、悪い役になってもらって自分が引くっていうような責任を置いたから、えー、それはもう子供を社会で育てるというベクトルとはもう真逆のベクトルだと思いま、ね、<ー>うんですよね。そこをこう あの離れてそうそううんですよ。社会全体でって言ってるんだから、みんながは悪者になってじゃないけど、みんなが子供を育てるっ中指導者になって取り組んでいかないと、明日目が揃っていかないんじゃないかなっていう気がしますよね。確かにあのそういうことをする中で、佐々木先生っていうのはあのどんなこう教育者とか。 先生をこう育てていきたいというふうに考えてますかはいはい。まあ、はい、先週も終わりの方にちょっと話したんですけど、うん、これからはその働き方開拓で、まあ自分のライフプランだったりキャリアプランをしっかりと自分で開拓して、うん、その上で、うんえー、その仕事を組み立てていくような、うん、そういう小学校の教員でなきゃダメだと思うんです。うんもうここまでいろんなことが改革され きたんだかあとは「もっとお願いね」をもっとお願いねばっかり言ってないでま自分なりにも今ある現状を開拓してってそれで組み立てていかなきゃダメなんじゃないかなって自分今までのその自分の犠牲の上に成り立っていたんじゃないかってことがだんだんとあらわになってきている今社会なのでその追い風に乗ってですねあのてって。 犠牲の世には豊かさっていうのは生まれてこないので、うん、あのなんとかその波に乗って自分でどんどん開拓してって、うん、ほーら先生ってすっごいいい仕事じゃない、うん、っていうそういう。はい 風向きに変えていきたいなと思いますよね。い本当ね、自己犠牲の中には何もやっぱり発展はないですからね。でそういうところをどんどん開拓していくと必ずいい方向に。ましてやこういうねさき先生のような教授もいらっしゃいますし、適当なね。心強いですよね。ありがとうございます。はい。じゃ最後にですね。はい。あのさき先生から。 ラジオをおあの恐れたことは言えないんですけれどもあのやっぱこれからの保育士とか幼稚園教諭とか小学校教諭になるためには、うん、まあもちろん医師も大事だし、うん、いろんな志も、ね、大事なんですが、うん、いろんな、まあ、やっぱり知識も入れていかないと、うん、専門職として成り立っていかない、うん、で今時の専門職の知識っていうのがやっぱり 大学でじ,じゃなきゃやっぱ学べないところがあるのでね、ぜひともそういう方たちは、本学に来ていただければな、うん、<laughs> と思っております、はいあの。三角山放送局でもねこの後あと、うん、子供子育て番組が始まりそうな勢いがありまして、ですね、うん、その時はちょっとまたお邪魔しようかなと思ってますので、<あ>その時お聞きいただければなと思います。ありがとうございました いや吉田さんどうですこうあの学校教育現場とかってなかなかな、ねうん、染みのない世界だと思うんですけどそうですねやっぱり学校での教育があって今,は今があるのは間違いないので、うん、やっぱり子どもたちがのより伸びやかに、うん、成長していく上でも、うん、やっぱ学校の先生、うん、やっぱ大事になってくるかなと思うので。 地域全体ないし、こう社会全体で学校の先生もっと働きやすくなっていってくれたらいいなというふうに思います。うんうん、そうですね。すねはい、ありがとうございます。うん、はい、あの今月の医者プラス、えー、北海道文教大学人間科学部子ども発達学科教授の佐々木雅也さんをお迎えしてお話を、えー、伺いました。えー、佐々木さん二回にわたってどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 なお、石屋プラスの収録風景を撮影した動画コンテンツを、石屋製菓のウェブサイトでもご覧いただけます。CSR の取り組みというページから入ってみてください。石屋プラス。来月もどうぞお楽しみに、キャスターは石屋製菓株式会社社長室広報 CSR 推進チーム吉田由美と。はい、えー、亀村たけみでした。はい、ありがとうございました。